チーフ、やっぱり本庁のお偉方に無茶しすぎだって叱られちゃいましたね。でも検挙率ナンバーワンだと言ったら向こう黙りこくったろ。でも犯罪率ナンバーワンだって言われたらこっちが黙っちゃったじゃない。だからさ、向こう揚げ足取りなんだよな。私は何度も言ってるじゃないか、この大和町は私たちの島だってさ。いい加減なことを抜かすなよ姉御さんよ。この島はな、昔から代々我々深野組が占めてるんだ。もぐりのてめえらがいい加減なことを抜かすんじゃねえよ。なんだって？もう一度言ってごらん。何度でも言ってやりますよ、もぐりの浅川組さんよ。チーフ、あれ深野組の深野大輔じゃない？うん、お相手は浅川組の浅川めぐみさんだな。何か始めそうだね、行ってくるよ。あ、ちょっと待て、ヤクザ同士の揉め事に警察が絡むとろくなことないからやめてくださいって。なんか刑法につながるようなことを始めたら初めて踏み込みましょう。そんな悠長なこと言ってる場合じゃないよ。あ、ちょっとミチエル、お前たち白昼堂々喧嘩はやめなさい。ここで成敗するよ。なんだよあんた。大和署の椿ミチエルよ、あんたたちまたここで島争いしてんでしょ。4年前の夏祭りで私が仲介したはずだよね。あの時と状況は違うんだよ。いいか、警察が介入してくることじゃねえんだよ。ここは組同士の問題だ。そうはいかないよ、あんたたちが争うとろくなことがないんだ。ザカを引き連れてさっさと帰りな。刑事さん、邪魔すると容赦しないよ。こっちもそのつもりだよ。止まれ。待て。おいおいおい、したんだろう。いつも冷静なあいつがよほど何かを抱えていたようだな。ひょっとしてみちるさん、両方の組に何か恨みでも持ってるんでしょうか。まさかみちる先輩が個人的な恨みで動くはずないでしょう。どうした？みんなに合わす顔がないよ。もうみんなお前の顔見てるんだから合わさなきゃいけないだろう。みちる、一体何があったの？かずみ、聞かないでおいてやろう。いや、聞いてもいいよ、みんな気になってるでしょ。そりゃそうですよ、どうして訴えなんか。いや、もうちょっと遠回しに聞きなさいよ。いいんだよ、蘭子。みんなの予想通り、私は浅川、深野の両事務所に恨みがあったからね。そのまさか。うん、本当の話、今から4年前、まだ私が城西署にいた頃の話なんだけど、あの二組は夏祭りの神社で騒動を起こしたの。たまたま見回りで来ていた私はその騒動を止めようか悩んでいたの。その時深野組の一人が発砲してお祭りに来ていた親子に命中。その後私が止めに入って騒動は収まったんだけど、凶弾を浴びた親子は病院に搬送される前に亡くなったわ。私がもう少し早く止めに入ればこんなことにならなかったのに。私があの時もっと早く止めてればあの親子は死なずに済んだの。それで二人の騒動を見たミチルは昔の記憶が蘇ったのね。それで今度はミチルが騒動を起こして一般人を撃ったわけだ。それは言い過ぎだろ、撃たれた女性の命に別状はなかったんだからさ。そうだよ、ミチルが気の毒じゃない。気の毒な言い方をしなくても撃ってしまったのは事実だ。ミチルの取った行動は大きな間違いだ。ちょっと待てよ、お前だっていつも勝手な行動を取ってるじゃないか。俺は一般人を傷つけたりはしない。いいかミチル、お前の気持ちはよくわかるけれども、その判断が大きな過ちを犯すことがあるんだ。今回のことはすまんじゃすまん事態だ。チーフ、こんな時にダジャレをしましょうよ。申し訳ありません。ミチル、拳銃と警察手帳を出すんだ。ケイスケ君、早くしなさい。お世話になりました。ケイスケ、お前には血も涙もないのか。じゃあ哲也はミチルが撃った女性がいち早く社会復帰できるようにすることができるのか。
無理を言うな。言うなればミチルだって被害者だ。殺せるほかないだろ。カズミ、ミチルのこと頼むよ。荒木さん、チーフの言っていることは正論ですよ。だからってミチルを解雇することはないだろ。何か考えがあるんですよ、きっと。いや、多分ないと思います。私、ミチルの様子見てくる。俺はケイスケとやつともう一回話し合ってみる。まさか椿みちるが割り込んでくると思わなかったや。これじゃ4年前と一緒で何も解決しないじゃないか。4年前はどうやって深野組と和解したんだ。和解なんかしちゃいないよ。向こうのコパが弾き見っぱなして、そこに椿が割り込んできて、それで終わりさ。それで昨年の秋祭りに深野と再会して、また厄介なことになったのか。そういうこと。たく、島争いにデカが絡んでくるとめんどくさいんだよね。それじゃあさっさと深野組とケリをつけたらいいさ。俺が相手してやるぜ。秀さん、確かにあんたは凄腕の用心棒だけど、向こうにもユージって用心棒がいる。そう簡単にはいかないよ。たく、深野組の先代は優しかったし、話も分かる人だった。うちの親父とも親友同士で、そりゃ仲良くやってたんだけどね。あの二代目のボンクラのせいで。まったく。ミチルのことクビにする気なんてないよ。謹慎処分で済ますはずだから安心しな。いや、でももう私はデカじゃないんだよ。一般人に傷をつけちゃったのは事実なんだし。行ってきたんでしょ、お見舞い。うん、でも彼女のお母さんが会わせてくれなかった。完治しても胸に消えない傷が残るんだって。変わってあげたい。もう死んじゃいたいよ私。ミチル、そんなこと言わないで。でも死ぬ前にきちんと落とし前はつけなきゃね。ちょっとどうする気？深野組と浅川組の争いを止めなきゃ。あの二組をこのままにしておいたら、それこそこの町で戦争を始めかねない。私はもうデカじゃないから勝手にやらせてもらうよ。ちょっとミチル、お前どういうつもりなんだ。何が？ミチルのことだよ。お前の言ってることは正論かもしれないけど、間違った行動を取ったから追い出すなんてお前らしくないぞ。そっか。そもそもミチルは上奥署でクビになった時にお前が拾ってやったんだろ。いやね、他の警察署クビになって途方に暮れてるやつがいたから連れてきちゃった。皆さん改めまして、本日より大和署捜査課に配属となりました椿ミチルです。以後よろしくお願いします。ミチルが後任なの？まあよかった、変なのが来なくてよかった。ああそうだったな。彼女の窮地を救ったお前が今度は彼女を捨てるのか。それは勝手すぎやしないか。ああ勝手だな。だったらどうして？いいかいいか、浅川組と深野組といえば、以前は警察に協力して町の治安守ってくれたヤクザなんだ。ところがさ、代替わりしてからただの暴力団になりすがっちまってんだよ。そんなの相手にミチル一人で太刀打ちできるわけないだろう。ミチルが踏み込むとでも言うのか？そうだろう。いや、今のミチルなら絶対無茶なことをする。だから警察って身分がなくなれば少しは諦めるかなと思ったんだよ。あいつがそう簡単に諦めるかな。そうですよ、ミチル先輩はデカだからって身分を振りかざしたりなんかしない人ですよ。それはチーフでしょ。ちょっとみんな大変！どうしたんですか、カズミさん。ミチルが一人で浅川組に踏み込んじゃったのね、チーフ。ケイスケ、これは困ったことになったな。大丈夫よ、こうなることも少しは考えてたんだ。哲也、あとも頼むよ。ミチルが戻ったらケアしっかり頼むね。おい、ケイスケ！なんだよ、あいつ。まるで死にに行くようでしたね。まさか、また変なことでも思いついたんじゃない？ミチルが心配だわ。
らでもいいや。先日はどうも、姉御さん。椿さん、ずいぶん乱暴なお越しね。玄関が汚れていたから綺麗にしたのよ。西園寺秀樹、あんたまだここの用心棒やってたのね。継続は力なくって言うだろ。下手な横好きとも言うけどね。それで今日は何の用ですか？簡単なことよ。深野組と争うならこの町から出てって、それとも私が手を貸すから仇になって。バカにするんじゃないよ。え、誰が仇になんてなるってんだい。それにここを出てったら深野のやつに負けたことになるじゃないか。そこを頼むと言ってるの。もう血は見たくないからね。秀さん、得意のダーツでこいつをやっとくれ。その方が良さそうだな。姉御、浅川組もあんたになって成り下がったもんだね。先代の頃が懐かしいよ。口の減らねえ女だな。その可愛いお目目は潰してやろうか。何だおめえは。ただの通りすがりだよ。女の子に何しやがんだ。けっ、表出ろ。お前から相手してやる。貴様、なぜ俺のダーツを受け止められんだ。そんなこと俺が知るか。あんた、顔は大したことないけどいい腕持ってるじゃないか。どうだい、うちの用心棒になんないかい。あんたとヒデさんが手組めば深野組も追い出せるってもんさ。まあいいけど、俺雇うと高いよ。構わないよ。ね、あんた名前は。私北島圭介でございます。圭介さんね。交渉成立だ。じゃあまずはじめにあの椿道郎を追い出しとくれ。あいつはデカなんだよ。そう、俺はデカ嫌いだ。ちょっと何すんのよ。申し訳ないね。新しいご主人のご命令でね、言うこと聞かないとぶっ通すよ。やれるならやってみなさいよ。いいね、いい用心棒が二人もできて幸せだよ。じゃあ今日からよろしく頼むよ。往路営してる怪しい奴がいる。あ、そうなんですか。親分。あ、こんにちは。先生、ロック暮らしとるどうだ。それどこじゃないぞ。浅川組のやつら新しい用心棒を雇いやがった。あのダーツの秀に勝ってんだぞ。相当な強敵だ。何？そうか、浅川組とはもう4年もやり合ってるな。心で蹴りをつけてやる。殺が絡むと厄介だからな。親分、呼び出して話し合いをしようじゃないか。段取りは俺がする。チーフ、一体どういうつもり。それはこっちのセリフだ。このバカチンが。お前もうデカじゃないんだぞ。余計なことすんな。命がいくつあっても足りないぞ。クビになった以上どうでもいいよ。どうして浅川の用心棒になる必要があるの。白状しないとチーフがデカだってバラすよ。それだけやめろ、それだけやめろ。いいか、
お前な、一体あの両方のヤクザどうしたいんだ、言ってみろ。決まってるでしょ、壊滅させたいのよ。和解させることもできるかもしれないだろう。俺はそのために忍び込んでんだから。お前は浅川からも深野からも狙われてるんだ。だから下手なことをするな。あ、さもないと大変なことになるぞ。チーフは甘いよ。あの二組織を和解させるなんて無理に決まってる。私はチーフの邪魔はしないけど、やれることはやらせてもらうから。おい待てよ、ミチル。私はもうあなたの部下じゃないからね。はい、ミチルです。あ、私、カズミ。ねえ、ミチル、すぐ署に戻ってくれる？大事な話があるの。あ、わかった。こっちも話したいことがあるから、すぐ行くよ。誰でしょう？さあね。話しかけてないの？そういうカズミ先輩は？まだ。あ、よろしくお願いします。もう来てたのか、ライキさん。彼女は話してなかったな。今日から配属になった中山由美巡査だ。よろしくお願いします。よろしくね。ちょっと哲也君、もしかしてみちるさんの後任ですか？うん、そういうことになるな。ねえ、圭介君は？あいつなら給食届を出して行方不明だ。え、私は何をしたらいいでしょうか？あ、とりあえず座ってて。今いろいろドタバタしてるから。待たせ。みちる、どうしたの？どうしたのって、かずみがさっき電話で呼んだじゃない。私が？いや、電話なんてしてないけど。え、そんなバカな。どうしたの？深野からラブコールが入ってた。わかった、フェアに行こうじゃないか。ヒデさん、圭介くん、深野から話し状が来たよ。とはいえ喧嘩じゃなくて話し合いをしたいってさ。部屋に話し合いと行こうか、浅川さんよ。望むところよ。もはや言葉はいらないわ。この町から出て行きな。そいつはできないな。お前たちこそこの町から出て行け。応じてくれないと血を見ることになるぜ。やっぱり話し合いにはなれないのね。不意打ちをする卑怯者に卑怯と呼ばれたくないな。何？警視庁大和警察署、北島圭介だ。両組織の騒動を巻き起こしたならば容赦はないぞ。やかましい、皆の者かかれ。よし、あいつをやっつけるぞ。問答無用というわけか。やむを得ん、引導代わりに逮捕する。ふぅ、
貴様は何者だ。俺は何ですかこれは。これは毒ガスだ。全員逃げろ。ダメ決着。窓が開かない。え、ドアも開きません。まさか私を殺すための罠だったの。荒木さん苦しい。しっかりするんだ。さっきの連中はあんたの配下だったってわけだ。みんなごめん。きっと私を殺すためにどっちかの組が投げ込んだんだよ。頼れる男は大好きだけど、信用ならない男は大嫌いなの。裏切るような男はもっと嫌いだわ。